私一番は、まあ、あの話を聞くっていう、うん、で人を育てた経験もあるじゃないですか。この人はどういう人なんだろう、どういうふうに考えてあの前に仕事しに来てんだろうとか、まあ、だから Z 世代25歳前後ぐらい後輩からね学ぶことがたくさんありましたし、ね、うん、指導するにあたってそういう関係性とかで大切ですか。やっぱり信頼関係ですね、会話コミュニケーションとか外せないと思います。よろしくお願いします。佐々木です。よろしくお願いします。佐々木さん、まずちょっと自己紹介お願いします。はい、今年の9月からあの人材紹介やっている当社の、まあ、営業として、入社したあの佐竹大輔と申します。よろしくお願いします。そんだけ。あとはね、まあ、私の過去というか経歴ですけども、最初大学卒業してから、まあ、住宅メーカーに行って、その後日経の上場フォワーダーの方にですね、まあ、あの13年ほど約、勤めて、まあ、今の現職という形で、まあ、あのこちらのね、番組も、まあ、転職活動に、まあ、重点を置いてやってるというところなんで、まあ、私のねこういった経験がいろいろと皆さんの参考にできればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのですね、僕とその佐竹さんの、まあ、この出会いがね、ちょっと、ね、数奇な出会いがあって、まあ、数奇ですね、数奇な出会いがあって、もう10年前ぐらいかな。そうですね、そうそうそう、僕がタイに行く前に、まあ、あの雑貨の商社に勤めてて、その時のフォワーダーさんの担当者さんだったんですよ。はい、その時に本当にあのもうえらい問題を抱えてしまった時に、佐竹さんがだいぶ助けてくれたっていう歴史があって、で僕、そうそう、歴史があって、で僕の中で佐竹さんずっともう印象に残ってるんですね、タイに行ってからも。で今回、まあタイから日本に戻ってきますっていうタイミングで、その佐竹さんが前職のね、その大手プライム上場フォワーダーですよ、そこの役員の方からね最初に連絡もらったんですよね。そうですね、うん、はい、連絡もらって、ちょっと飯野さん、会社来てくれませんか、お話しませんかみたいなお話させてもらって、あ、じゃあ、御社の佐竹さんっていう人にちょっとお世話になったんですって言ったら、あ、ちょっとおりますわみたいなって言われて、でも同席させますわみたいなって、ね、で同席させてもらって、その時に、こいつ辞めるんですわみたいな。確かに、本当その通りですね。こいつ辞めるんで、次、決まってますのみたいな言ったら、決まってないみたいな。決まってませんって言って。もうそこからもうスイッチが入ったみたいな感じ。ちょっとそこから僕の口説きが始まりましたもんね。そうですね、はい、うん、でも本当にその3個の例のみたいな感じで3回飲みに誘って。3回行きましたか。3回行ったよ。3回行きました、ね、1回、まあ、まあちょこっと2人で行って、2回目2人目のうちのメンバーのゆめこさんが行って、はい、3回目うちの事務所で飲んで、あ、そうですね、そうですね、計3回か、3回3個の例を持って、ごちそうさまでした、まあ、で、まあ、あのうちの会社にジョインしていただくと、はい、そういう経緯で仕事をしてもらってると。はい、でやっぱその佐竹さんとそのやっぱ元の、日経ね、あのプライム上場のやっぱイケイケの会社だったじゃないですか。まあ、会社としてはイケイケでしたね。うん、イケイケだったでしょ。はい、まあ、その時のね、その仕事の内容とかって言える範囲でちょっと言ってもらっていいですか。そうですね、もともと前職は、まあ、私も営業として、異業種から、まあ、未経験で、まあ、入社したんですけれども、まあ、当時はまだマザーズ、上場してた頃の、タイミングで、まあそれはね、いろいろと営業としてすごい厳しい、数字を追って、達成のためにみんな頑張っているっていうような、まあ、営業の会社ですね、うん、まあそれで、まあ、ビシバシと鍛えていただいて、うん、っていうところで、まあ、今はね、まあ、私も退職してますけども、まあ、プライム上場して、まあ、非常に今年もねいい感じでいってる会社になるのかなというふうにはまあ思いますけれども、うん、まあ、とにかく営業の形で、で、まあ、私も、営業、まあ、途中からですね、まあ、海外駐在も経験させてもらって、まあ、4年ほどあのベトナムの方に駐在してっていうところで、いろいろと、まあ、前職には勉強させていただいたっていうことで、まあ、感謝はしてますけどもね、うん、はい、本当にイケイケのゴリゴリの営業の会社さんで、いや、もう話を聞く限りすげえなって、本当にここの会社で課長ちゃんとねやってこられたと。え、部下も何いたでしたっけ。12、3人だったと思うんですね。部下12、3人でしょ、あの会社で。でしょ、それでちゃんともうね、部下の面倒もちゃんと見たりとか数字伸ばしたりみたいな。
やってると。そうですね、まあ僕なんかもまだまだなところはありましたけれども、まあ現場のね営業マンはみんなねかなり頑張ってねやってましたんで、うん、まあそこはすごいなと思いましたけどね。まあ、私は別にそんなに特に何したってわけでもないですけれども。だから佐竹さんのその経験がだから今回今ね人材紹介一緒にね、はい、やってもらってて、でも人を育てた経験もあるじゃないですか。人を本当に管理してマネージメント管理も一緒だけどしてっていう経験が生きるんじゃないかなと僕すごい思ってて、はい、での3個の例を持ってのリクルート機能リクルートに。そうですね、まあやっぱり、まあ、私も、まあ、そんなね長いことで課長にいたわけではないですけども、まあ国内外ね、うん、合わせても何年間かは、まあ、マネジメントやらさせてもらって、まあ、やっぱりその人のこう管理とかやる気を起こさせたりだとか、まあ、いろんなね、うん、ことありますから、うん、まあ、そういったところは非常に簡単ではないですよね。そうですね、マネジメントもね。そうですね。その時にじゃあそのマネジメントとかで一番注意してたこと、若い子たち、ね、そのマネジメント管理するのに、はい、何に注意してました？一番これって、まあ、私一番は、まあ、あの話を聞くっていうことですよね、うんうんうん。だから、まあ、この人はどういう人なんだろう、どういうふうに考えてあの毎日仕事しに来てんだろうとか、うん、まあ、あのいろいろ、ね、トラブルもやっぱ多いですから、まあ、そういった時に、ね、いろんな相談事もあの乗りつつ、うん、まあ、僕も、ね、あのサポートできるところは、まあ、一応積極的にサポートしたつもりではありますけども、うん、やっぱりその下の人のいろんな、ね、こう意見だとか、うん、あのまあ、そういったところをこう聞いてあげる、うん、まあ、それはたまにね、私的なこともね、相談来る人もね、いましたけれども、まあ、それもね、積極的に相談乗るようにはしてましたね。プライベート的なところも結構、うん、そうですね。どんなこと言ってくれるんですか？ちょっとなんか、まあまあね、あのいろんなね、ことを皆さんね、家庭あればありますから、まあ、そういったところは相談乗って、はい、っていうところですね。信用しない関係みたいなものが出来上がって、みたいな。うん、その指導するにあたってそういう関係性とかってやっぱ大切ですか、やっぱり。で、私は思いますね、うん、まあ、やっぱり指導というか、まあ、私自身もね、やっぱりこう後輩からね、学ぶことってやっぱりたくさんありましたし、うん、まあ、自分のそのこう成長させるっていう意味でも、うん、まあ、積極的にその下のね、意見だとか考え方っていうのはこう接しながら学んでったっていうのはあのよく記憶してますね、うん、はい。結構その今時のって言ったらまあおっさんですけれども、まあ、ただ Z 世代の25歳前後ぐらいとか、もう、ね、もうおっさんですか、僕。おっさんですよ、ね、ですよね。同い年です、ここ。41歳。もうすぐ41、2歳。あ、そうですね。おっさんで。おっさんですね、もう。おっさんだから。気づけば。気づけばおっさんでしょ、はい、で、その若い子とか22、3、4、5ぐらいの子とかいるじゃないですか。そんな子って本当にもうデジタルネイティブで、もう言うたら、もう最近僕ブログであげましたけど、なんかもう全部ネットで調べられますみたいな。そうすぐ答えがありますみたいな感じで、どんな感じでそんな対応してたんですか？でもこう、まあ、デジタルも確かに重要なんですけど、まあ、そうは言ってもね、僕らその営業はやっぱお客さんとね、やっぱ話しなきゃいけないし、やっぱ人間、人と人との関わりってもう絶対に外せないですし、まあ、当然営業以外の、まあ、そういった部署とも、あのいろいろとこうコミュニケーションを取っていかなきゃいけない、うん、場面ってすごくたくさんありますんで、うんうん、やっぱりそこはやっぱり信頼関係を築くにはやっぱ会話コミュニケーションってやっぱ外せないじゃないですか。なるほどね。で、まあ、若い子なんかみんなドライって言いますけど、うんうん、まあ、私そんなにドライなイメージは持ってなくて、ちゃんと話すれば話してくれますし、今の若い人ってそんなに、うん、あの私はあの、ね、あのコミュニケーション、うん、まあ、取りやすいかなっていう印象を持ってます。まあ、いい、たまたまいい人だったらかもしれないですけど。なるほどね。まあ、確かにね、まあ、そのなんだろう、よくネットとかでね、その若い者のどうのこうのみたいなのあって、はい、で僕自身も最近その、ね、他の会社さんをさせてもらって、若い子とその同行営業みたいなさせてもらってて、はい、あのいい子たちなんですよ。そうですよ、ね、いい子たちでちゃんと話聞いてあげて、でモチベーションのなんだろうな、モチベーションが上がるポイントって多分、うん、僕らみたいなおっさんは割とその仕事とかそっちの方になってたのかもしれないんだけれども、はい、それ以外のところというか、はい、なんか成長だとか、まあ、そうよく言われる成長だと か, なんか趣味につなげるだとかみたいな、はい、なんかそういうのに絡めていってるような感じが、まあ、それでやってるんですけど僕は。うん、まあ、いいと思うんですよ、はい、
まあ、そういうところで若い人の声をちゃんと聞きながら、まあ、管理をいろいろやっていったみたいな感じですよね。ああ、なるほどですね。この物流業界をこう、まあ、人材の、ね、面でサポートできればっていう。転職者さんのもちろん人生とかね、もちろんちゃんとして考えて、やっぱり納得した形でこう仕事をしてもらうっていうことは、ある程度、厳しくもいかなきゃいけないことってあるじゃないですか。マーケットとか、業界こんな感じだから、こういうふうにしましょうかとか、まあ、ね、人生業者の方で、異業種から物流業界に来てもらうような仕掛けだとか。